はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ノッカン追体操のひろしです。今週はですね、平場ですね。ノッコミがまだ始まってなくて、やっぱり4月の10日前後ここだと思うんですよね。で、今日は4月の1日なんで、三国沖もまだ渋い。越前沖が始まってから三国沖に来るんで、三国沖は5月のゴールデンウィーク前もしくはゴールデンウィーク中ぐらいが、すごいいい時期なんで、まあ、ぜひ遊びに来られる方はその辺狙っていただけるといいかなと思います。で、今回はちょっと渋い時期なんで、この小針9号ほぼほぼ僕使うことないんですよ。9号っていう針を4月前4月中で、あと網エビパターンみたいな、もう本当になんかマイクロベイとか、まあ網エビか分かんない、そんな感じの時、この小針でもぞもぞするようなちっちゃいあたり4本針の仕掛けで絡め取ると、触ってきたやつをマダイでもいいし、まあフグでも何でもいいんですよ。当たってきたやつがかかりにくいんですよね、この時期。本当に食いが渋いと、なんで当たってきた魚をとりあえずかけていくっていう。ノッコミ始まってガンガン釣れてる時は15、11号、ラインが見えないから食わないかって言ったらそうでもないけど、まあ一回ちょっとこれ試してみようかなと思って、魚に見えないピンクフロロ、まあピンク色のこんな感じなんだけど、これね、紫外線に当たるとね、ちょっとグリーンに見えたりして、確かに多分見えにくいんだろうなみたいな感じはするんで、ちょっとこれリーダーで、今回使ってみる。あとはまあ普段よく使っているヘッドですね。ワーム系は匂いがない方がいいです、この時期は。ウミケムシとか普段僕も結構使ってるんですけど、この時期に関してはフグが乱舞する時があるんで、あのワームなし、もしくはブレードで対応するとか、あとまあちっちゃいこのマイクロベイト、まあ春なんで、まあこういう小魚が、ベイトになっているパターン、まあもうちょっとするとこのこういう系のベイトがねいたりすると、こればっかり食ってくる時もあるんで、まあ、こんな感じのワームを用意したりとかっていうのもありかなと思います。細いシルエットの感じ、こんな感じのスリムカーリーのこんなやつがいいような気もします。やってみないと分かんないですけど、まあスリム系か、もしくはちょっと波動のあるビッグというより、まあまあ通常のカールのグリ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 、ゆっくり巻いても波動が出るような、なんかそんな感じ、ヌーノとかのこういうやつでもなんかいいような気もするんだよね。コーラ色、はい、まあ、今回使うのはこんな感じの、こんな感じの。それでは行ってきます。誰かの魚ついてる。おお、俺もついてる。ヘッド赤の赤グロー、赤グロー、赤グロー。あー、タイヤ。あーら、いただき。タイ。もうそこで巻き始めて。全然引かんようになったんやけど。そんな引くの、タイ。ほら、タイ。はい。できる。オーケー。はい。こんな感じ。こんな感じで。オーケー。赤のがいいと平らもさ。
それ前にめっちゃ連続してたでな。だから予備あるあるで、あの違う魚を釣って、うわマジけやば。タイじゃない、タイじゃない。タイ、タイ、タイ、いやーぶクソでかタイと思わクソでかいやん。あ、食った。あ、俺もカサゴやった。はい。はい、午前中は越前沖の方に行きまして、ちょっとやったんですけど、まあなかなか渋い。まあ渋くてもなんとか2枚ゲット。今ちょっと今度は三国沖の方で4本針使ってやってみようと思います。ちょっとこっちまだ状況が分かんないで、一応渋い感じなんで匂い付きのワームをつけてやってみます。浮いてるやつ10メーターくらい。どういうこと。で、うん、沈んでるやつで3メーターとか。ああ、変わらんから。でも動きあるよね。動きあるよね。なぜかこっちの方が、水温変わらねえってのは。ああ、そうなんですよね。普段やったらあっちが水温高いであっちが釣れるんですもんね。だってあっちやっぱ感度入っても食わんすもんね。まあ、もう結果何回も通り過ぎてましたもんね。あれ、オールイベントの心。やっぱまだアミエビなんかな。どこもかしこもアミエビなんかな。なんか違う、違う、違うやつが来た。レンコかな。レンコやね。粒じゃないだけだ。うわー、触った。当たり方は、当たり方は。この長細い感だよな。なんやろ、全然レンコよりかはある。フグかな、いやそこじゃないと思うけど。あー、でも結構重いっすよ。2回ぐらい当たってきたでな。ほぼほぼ追い食いしてるな。おおおおおお、違うな、違うな。プルプルプルって震えてるもん。お、やった。うわー、でっか、でっか。 OK。 はい、帰ってまいりました。越前沖午前中行きまして、まあ渋かった。
ただタイの感動はあったけど食わせきれなかったですね。まあ、要因としては水温なのか塩なのか、まあ、塩は全然効いてなくて思うんで、直下の追尾でそこになんとか食わせようと思って、まあ、スピードボールいろいろ変化させたり、ワンピッチ入れたり、感度の中でフラフラさせてみたりとかいろいろやったんですけど、釣りきれなかった、すいません。で唯一釣れた2枚っていうのは、1枚はちょっともたもたしてる間に止めてる間に釣れちゃったっていう止めで釣れてるやつですね。止まってるタイラバ食うんだっていう感じです。でもう1個はまあ普通に、巻き始めの海底付近でカンカンっていうあたりをショートバイトをパンと合わせるっていう今回やりたかった釣りで、1枚釣れたので僕的には、納得かなと。小針でショートバイトを取るっていうこれで、いろんな魚をとりあえずかけていけば、まあ、タイもかかるという感じで、基本的にタイラバっていうのは、巻き続けて巻き合わせというかタイが反転してそれを合わせていくっていうのが基本なんですけど、特にディープに関してはですね、この時期ホタルイカパターンもしくはアミエビパターンで結構皆さんバラすんですよ。上ずって食っているタイっていうのをバラしやすい。タイラバを基本的にこうやってこう食うやつはなかなか食べて反転しないっていう。で反転する前に上向きながら頭振っちゃうとバレるんですよ僕の中では。小さいタイを釣りたい場合は我慢せずに合わせてしまうっていう、これをするための小針の4本5本でもいいです。多いければ多い方が振り子が効いてピンってこう針先がかかった瞬間に合わせてしまうっていう。大針だとやっぱり重たいもんで、振り子がちょっとあまり効かなくのと刺さり込みが遅い、小針だとスパッと刺さってしまうんで、ただでかいタイがかかると伸ばされるパターンがあるんですけど、まあ、3本4本口の周りにかかってしまえば、まあ、それでホールドして大型のマダイでも上がってくるとは思うんですけど、枚数稼ぎたいっていう時は小針の4本でショートバイトをかけていくっていう、全部かけきってるんで当たりがねトッとってカッ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 3回までに合わせてしまう。めちゃくちゃ思いっきり合わせます。で、P ラインは1号でリーダーが5号、それでバシッと合わせるっていう、まあ、それはそれでちょっと気持ちよくて楽しいんでこの時期だけなんですけどね。あともうディープで大きいやつ5月入ってから狙い出すともう普通に巻き合わせになるんですけど、この時期のちっちゃいやつも混じるような釣りをしていく時はディープでも小針を使って掛け合わせるっていう釣りができるんで、今回それをちょっとやりたくてやってみました。年中こう巻き合わせしてる、あバレたとかちっちゃいやつだからバレたのかとかっていうんじゃなくて、まあその中でいろいろその仕掛けの変化をして取っていけたら、まあそれはそれで面白いのかなと思うんでやってみました。これがちっちゃいタイも大きいタイも取るちょっと仕掛けでした。今回は美味しい、このなかなか釣れなくて、釣ったことはあるんだけどここまで大きいのは初めてだと思います。で大体乗り合いで乗っていると誰かかけるんですけど、僕のところにはなかなかマダイっていうのは釣れなくて、今回こんな大きいやつをね、これ50センチ超えてるよ多分。おめめうるうる、絶対美味しいやつやん。今回はこれをなんだろうな、鱗食べるのもありなんだけど、もう普通にちょっとお寿司にしようかなと思ってます。とりあえず3枚におろして昆布締めして皮ついたまま炙ってもいいかなって、それをちょっと赤酢のお寿司に合わせてみたい。よっしゃ、じゃあ調理します。今回は渋かったけどタイ自体はいっぱいいるんで、もうちょっと後がいいとかっていうんじゃなくて、本当に多分塩加減、塩の具合でいきなりバカバカって釣れる日があるんで、まだかなまだかなって待ってるよりかはとにかく行ってみるっていうのがいいかなと思います。今僕がやってたような小針の仕掛けも持って
通常の仕掛けも持ってっていくと、またその状況に、うわ今日もほんと塩なくて全然釣れんかもしれんと思った時は、まあ、小針の仕掛けもやってみて、まあ、それで唯一あるあたりをパシッて取れたら気持ちいいですよ。普通に塩効いててバカバカ釣れるわっていう時は、まあ、普通の針で。ただ上ずって食ってくるやつはバレたりしたりとか、氷で食ってくるやつはバレたりしたりっていう時はやっぱり、まあ、本当に小針でショートバイト合わせたりホールのバイト合わせたりバシバシ合わせるととにかくかかる巻き合わせの、きた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 ジジジジジじゃなくてバシバシ合わせる平場も覚えておくと一つなんか技になるんで、ぜひやってみてほしいな。来ました、開かずのシャリでアマダイの昆布締めをお寿司にしまして、皮面を炭で、はい、いい感じに。それではいただきます。うーん、変な変な。